どうも、増田大です。今日はいつもより大きいあのお菓子、スーパーでかいスーパーおっとっと皆さんね、多分知ってると思いますが、おっとっとです。カニの形とかね、ここにも出てるけど、イカの形とかね、なんかね、ちょっとちっちゃいお菓子なんですけど、今回そのおっとっとがですね、でかいらしいんですね。このスーパーおっとっとってやつはでかいらしいです。まあ今回ちょっとやっちゃったなと思ったのが、通常版買ってくればね、比較がわかるんだけど、今回これだけ買ってきちゃったんでまあそこはね、ちょっとやっちゃいました。それでは早速このスーパーおっとっと開けたいと思います。キャスト、はい普段のおっとっとよりでかいですね。ただね、なんかいつもとちょっと違うよね。穴が開いてるな普段のおっとっとはね、ふっくらしてるんだよね。イカの形とかでもさ、ふっくらしてて、かじると中空洞になってるっていうのがおっとっとなんだけど、今回どうやらね、穴が開いてます。なんかこうやって見ると、針通す時のね、あれに似てますね、あれ。それでは早速いただきます。いいね、うまいね、醤油が効いてるよ。うん、普段のおっとっとも醤油だっけ？なんか塩だったような気がするんだけど、まあ他にもね、こういう魚の形とかね、入ってます。ただね、やっぱり大きく作れないんだろうね穴が開いてます。目見えるかなあ、見えた見えた、十分隙間あるからね、通して見えるね。皆さんもですね、スーパーでかいスーパーおっとっと見かけたら買ってみてはどうでしょう。それじゃあまた会いましょう。バイバーイ。